なんで脱走なんか。俺のセイントの力があればこんな。今からコスモとクロスの力が一体にならなければ、クロスはただの飾り物だ。来たよ。セイヤ、クロスをまとわねば生きてここからは出られない。全ては大きシャイナさん、クロスは俺が正々堂々と手に入れたんだ。逆恨みされる覚えはないぞ。たまたまクロス争奪戦で勝っただけだ。クロスを着れないのがその証明だ。クロスを着なくてもお前をぶっ飛ばす。일반공격을선택해보세요공격타겟을선택해보세요熱血の剣。これほど弱いお前にクロスをまとう資格はない。真のセイントの実力を見せてやるわ。サンダークロー。せいや、恨むなら自分の運命を恨め。コスモを燃やし、拳でこの岩を割るのよ。お願い、弟を返して。アテナの名においてセイントの証を授ける。シャイナさん、もういいだろ。クロスを身につけただけで敵を倒せると思ったら大間違いさ。試してやる。ヘビの牙を受けてみな。行くぜ。クロスを입어서더강해졌으니이제페가수스유성권을사용하세요。シャイナ에게スキル사용하세요。主役は俺だ。ペガサス流星拳。バカな、剣の風圧で私のマスクまで飛ばすとは。シャイナさんってこんなに美人だったんだ。でもなるべくならもう会いたくないな。セイヤ、今度会った時にはただでは済まさないよ。星座と神話に導かれし戦士たちの宿命の戦いがここに幕を開ける。
お嬢様、我が財団が世界各地に送った100人の孤児のうち、生きてセイントになれたのは10人でした。わずか10人。おじい様のセイント育成計画は大きな犠牲を払ったようね。ですが、その目的のためにはやむを得ないことでした。今から召喚なさいますか？광활한별하늘에는많은성자가있고모든성자의뒤에는성자를지키고있는세인트가있습니다대응하는성자를찾아아테나의힘으로그들을소환해성역의평화를위해싸우세요お嬢様、ユニコーンのジャブ、ただいま戻りました。黙れ。お前、大会への出場を拒否した上、沙織お嬢様に無礼を働いたそうだな。聖夜がただいま日本に到着しました。ギャラクシアンウォーズは予定通り開催できそうです。悪いが時間がない。クロスを持ち帰ったんだから、そっちも約束を守ってもらうぜ。姉さんに会わせろ。おだまり聖夜、あなたの姉はあなたがギリシャに送られた後突然いなくなったわ。なんだって？じゃあ俺のこの6年間の苦労は。聖夜、このギャラクシアンウォーズは絶好の機会です。世界が注目する中で勝ち続ければ姉さんも気づいてくれるかもしれません。もしあなたがギャラクシアンウォーズで最後の勝者になれたら、我がグラード財団が総力を挙げてあなたの姉の行方を突き止めてあげる。お前らなんか信用できるかよ。俺は自分の力で探してやるさ。財団の力とお前個人とでは比較にもなりません。それに優勝すれば至高のゴールドクロスが手に入るのです。姉さんも守ってあげられるでしょう。クソ、何から何まであいつらの言いなりかよ。でも今はそれが一番いい方法かもな。이곳에서스토리를진행할수있습니다。여기에서많은경험치를얻을수있습니다。터치에서진입하세요。ギャラクシアンウォーズの優勝者には88星座のうち最高位のゴールドクロスが与えられるそうだが、優勝すれば姉さんを探せるんだ。せいや、大観衆の前で倒される覚悟はいいか？へっ、激セイントと動物を一緒にするなよ。今から俺のコスモを思い知らせてやるぜ。これだ。行くぜ流星拳。ユニコーンギャロップ。このジャブが胃の一番に相手になってやるぜ。俺たちは夢でも見ているのか？ああ、宇宙の起源と同じ、全ての始まりは爆発だ。体内のコスモを爆発させれば超人的なパワーが生まれる。この俺のスピードについてこれるかな？地上の全てのセイントが召集を受けてサンクチュアリを守っている。